一つの能力しか鍛えられない縛り栄冠ナイン極み高校やっていきましょう。はい、上昇極み高校じゃなくなってしまいましたよ皆さん。これが極み高校、いや栄冠ナインのね難しさ面白さであります。残念ながらね昨年は優勝することができなかったんです。1年ぶりのね復権目指して頑張っていきましょう。全国制覇目指した夏大会スタートです。さあ油断してしまったらまた負けてしまうかもしれません。極み高校相手は湘南の方です。何よりもですね神奈川県でね初めて、まあ強豪ひしめく神奈川県大会初めての参戦です。はい、早速なんかメガネかけた天性っぽい顔を見つけました。田代さんかな、なんかこの前もいなかった。あの関東大会だから。ああ、相手のマウンドは125キロ BD の佐藤くん。ツーシムファースト、シュートフォーク、パワーカーブが持ち味です。球遅いな。1回戦の相手としてはね、まあ大丈夫でしょう。よかった1回戦から強豪じゃなくて。以前戦いましたね。うん、4番田代さん、チャンス B、 パワーヒッター、ブルヒッター、パワー極みです。春からの成長を得てね、こんな感じで強くなりました。最終的に落ち合い最終大会に臨むときには152キロ AA、スライダー、シュート、フォーク、まあ、まだアイテム使ってないんでアイテムでまだ伸びしろは一応ありますね。星600ぐらいいきたいな。150キロ予約超えてなんとかこれでストレートも速いでしょう。一番南部がこんな感じ。強いっすね能力は。打ってるしな。高田くんはまあ頑張る。でもお前結構最近調子いいよ。打率もいいですし能力もねオール A 超え。そして3番ヨシシン、ホームラン5本。打ち気という魔物も使いますからね。榎本ホームラン2桁目指してます。そして主人公谷本です。さあ主人公なのか天才が入部してもなおお前が主人公なのか。6番には水野、まあ、みんな打率はいいですけどホームランが少ないですね1個前と比べると。唯一の1年生レギュラー小田、天才と張り合う凡人です。そして守備権三村尾は対左では強いです。さあ今日は天才田口君を出さないとな。急成長を使ってバンバンと。その通り。でもまずは勝つことが大事だから。アンダースローラー佐藤君癖あるね。なるほど、球が遅いと思いましたよ。もう今日はもう高田君も最後の夏ですからね。これ打つよ、ほら打ちました。いいね、高田がねまだ未知数ですから多分覚醒したでしょ、もうオール A だからもういいバッティング。オッケー、よし、まあ、ここ落合君もね覚醒したからもう0点で抑えるよ。ピッ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 、誰だいらっしゃるやつ、ピッ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 、ナイスだけど、おお、わお、わお、1点取られた。嘘やろ、本当に嫌な予感しかしなくなってきたんだけど。あの頻打だと負けるから点数が少ないと1対1とかよく負けます。送りバントいきます。おっとバント職人、ドン、ピン、走れ高田、お礼の力、さすがです。やることをやれば勝てるんだから。あ、どうした、谷本2安打、谷本2安打です。やはりもう主人公か、榎本がちょっと併殺とかやって崩しとる。いいですか皆さん、今季は谷本が主人公です、田口ではありません。すごいよね本当。いいね、覚醒と天才が一緒にいる、素晴らしいです。 そしてそこの中にいる凡人がまた光るんですよ。以前のね、あの伊藤と若林みたいなやつ。そうだね、もう懐かしいですね。もう何年前でしょうか。天才が強ければ強いほどさらにそれに食い下がるね、盆栽もしっかりとね引いてて、あの人気になりますから。ああ、ナイス選球眼。高田これ打つんじゃないかな。3年生で化けるパターンじゃねえかな。弱い弱い言われてね頑張ってきましたから、練習オール A になるまでね鍛えてきましたから万能で。お前いつの間に本当にオール A になってんの。投げました、打ちました。あー、ボンフライ。3年生の時も打率はダメなのか。三塁キャンパス手前取りました、ホームランナイス、よしホームランナイス、榎本、そして谷本、ナイス榎本ですね。2者連続ホームラン、ナイスナイスナイス。ちょっといいですか、エラーが2あるんですけど誰ですかこれ。エラーしたやつ手挙げろい。はい、高田です。高田、お前なんでエラーしとんねん。サードサード慣れてないんですよ。谷本やったね。ファーストポロリ事件、まあ、ファーストお前ねあれなんかサブポジの中でも F だから。ああ、そっか、じゃあ弱いんだよな、まあ、送球もいいだし、ぶっちゃけ谷本は出したくないんだよな。守備考えると DH 枠なんだよな。いや主人公だから。さあ落合の投球見れますね。スタミナ上げます。もう負けられないよ普通に。強くねコンスタ AA って。そうなんですが、負けるときは負ける。大丈夫、今までなかった球の速さがこいつにはできたから。投げました、もう147キロ。こうなっちゃうとさ、極み高校は急速極み以外対戦しないピッチャーってなっちゃうんですよ。落合は希望なんですよ、全国制覇しなきゃねここで。でも2回負けてるんですよ甲子園。追い込んでいます。そうですね、松井裕樹くんの時には全部勝ちました。はい、投げました、もう一重に天性 OB の作家と思います。それ言っちゃダメだよ、ね、うわ、あの天性
B を倒したぞ。さあ見てるとき打てるのかお前は。今日はあのバント内野安打しかしねえぞ。パワーカーブ甘いよ。引っ張られていけその球。第2球低めストライク当たりませんだから。3割3分6厘じゃお前な。ミートパワー AA のステータスに合ってないよ。さあ4球目。じゃあバント高田打てるのか。うん、形粘る粘る粘る。切れていきます。次は5球目アウトコースだよ。よし、ナイス転がし。ナイス転がしだねこれは。さあ榎本君見れるかな。吉田君にしても違えた。よしっす。吉新生魔物もありますがどうします。使っちゃいますか。そしたらこの回で終わっちゃうけど、使ってボコすか。使ってボコすなら田口君も出すよあれね。忘れずにね。オーケー。まあ、どうせなら次榎本だからもう榎本と変えちゃってもいいかもしれない。今日小林健二入ります。小林第9小林パスタ外れた。ナイスラン。さあ10点取るぞ。まずお前がホームランや。あれホームランだったら変わる？湘南終わる？ここで引っ張りに警戒した。ああ終わるっちゃ終わるね。第3球空振り。うん、インコースくれば持っていくだろうなこれは。絶対持っていくね。これから4球目。外角攻めてますね。あれ吉信のプルヒッターでしたっけ。プルちゃんです。あバレてますねこれ。プルル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 続く。えのもっちゃんがこれでホームラン10本いったんか。まあ目標クリアしてるしこれは代打でいいっしょ。田口行くか。ちょうどキャッチャーだしな。さあ新時代、新時代の前に何か出てきた。何ですかこいつは。おまじり担当です。バッターボックス整え要員じゃない。綺麗にしてきました田口さん。さあ天才初打席どうなるか。えっ、えっ、えっ、ここ乗り越えて成功した。ええじゃねえよお前。何かやったろ。いやいやいや何もやってないですよ。もともとオリジナル。え嘘だろ本当に。生まれながらにして侍の心を持っているなと。マジかよ。え何もやってないの。何もやってないよ。本当かよ。うん、投げた。これで何かやんないとダメなんじゃないの。やったろ。侍の心を持っている田口。第3球はあイラン球振りやがって。侍の心を持っていました。しかも魔物発動せず。本当の主人公はこっちだよ。さあ黄色い線。さあここ美味しいところですが、ここでホームランを打たないんです。はい、いぶし銀縄の流し打ちしてライト前にポツンととして他のやつに任せるっていう。谷本でいきましょう。投球これから2球目空振り。当てましょう。見てろ今1、2塁間をね早速とね抜かす球ですから。外れたボール期待してます。今も俺と谷本はシンクロ率 60% があるからね。あいつが考えてるの少し分かる。何考えてるの谷本は今。一二塁間流すぞ。ままの発動してトンネルさせてライトまでやって。流し打ち抜け。まあ、ちょっと仕方ない。狙ってるのは分かる。 60% だからちょっとズレが生じましたけど。まさに有言実行素晴らしい。こうなると1年生期待の榊原君いきましょうか。俺が期待してるだけだけど。お前守備良いんだろどっちかというと。まあそうだね。守備で出ること確定してっかんね。セカンドでお前も持つにかい。榊原がこれね経験積んでくれればありがたいんですけど。第9見送ってまあ当てれば魔物発動してね初球ストライクか。塁には出れると思うんですが、てか7点差以上つけないと次の回もやります。第3球を投げました。なんといっても高田と吉進って1年生の頃からレギュラー張ってた二遊間が、ね、消えちゃうから。そうだな。その穴埋めって結構難しいよ。そして今拾い直した、ね、セカンドのエラーが記録されます。オッケーオッケー。あ来た1年生期待の新人。ヒット1本打ってんね。ミート極み小田っち。まあこれがね田口という天才に立てつく存在になるかもしれません。ステータス的にあの侍ですか、うん、生まれながらにしてのおぎゃーってた瞬間から刀持ってたあの侍ですか。怖っ。お母さんのお腹の中で何持っとんじゃい。第3球を投げました。うわそれだー。引っ張りのようなスイングしちゃう。さあ4球目。めちゃ何やってんの甘いよ。追い込んで投げた。もうそれ見逃す。あぶねー。インコース来てどん詰まりか。そりゃ凡人だぞお前。投げた。ファーボール。そっからファーボール。これでルビー。ここは新しい秋からね期待してる戦力渡辺行きましょうかね。バッターは渡辺は期待してます。とても。弾道極みがようやくねバランス良くなって強くなってくるこの頃。ここから打率上がってくるんですよ。第9初球空振り。
なんかいい指示が一つあればな、センター返しじゃなくて何だと思いますこいつって。まあ極端に言ったろ、引っ張りだ、引っ張りでいいや。投げた、低めボール引っ掛けた、弾道極みやろお前。今拾った、今日さらに、あと1点取らないとコールド勝ちしない。どっち出す、北川くん出すか、見てみるか、1年生いこうか、うん、ピンチヒッター、まあ徳能がね恵まれてます、アベレージヒッター北川、まあ、アベヒをここは使ってね、流し打ちなんて覚えたら素晴らしいんじゃないの。流し打ちを積極的に狙っていきましょう。見送ってストライク、アベヒ流し打ち、総力極み北川、これ強いですよ。三遊間をドーン、ショート、コールドじゃないんですが、なお回までなんですけど、エラーした、エラーしました、サードが流れ悪いよ、やばい、おでん、おでんまずいぞこれ。さあここはゲッツーシフトを敷きます、まあ、161キロね、そう簡単には打たれないですよ。誰てんじゃねえの、エラーエラー、投げたストレートはもう、田口くんのあの顔がでかい、キャッチャー投球は3球目、見てください、胴体抜けてるんですか。ショートは中里しっかりしてるよ、お早い、ナイス。まあまあ6点差あるしね、コールド勝ちにはできないですけど、これちょうどいいんじゃない、うん、おでんくんも強くしたいし、おでんくんが秋のエースになっちゃったから、結局そうだ、ピッチャーがいいのがいなかったんだ、いなかったんです、心中できるようなピッチャーはいなかった。第3球を投げました、打ちました、サード、サードゴロ、ナイス、外野小林ナイス、これでツーアウト、もういねんだ、守れるね。第9投げました、向こうは狙うだろうね、サードを、まあ狙うだろうな、打てんの若林、163キロ引っ張れるの、無理だろうな、お前らの学校どうせ140キロぐらいしか出せねえだろう。おっとー、よしし、ナイス、ここはね、守備の強いよしし、1年生からセカンド守ってますよ、何回抑えましたとさ、エラーが多いですね、今日3個もエラーして、ちょっとね、外野とかがいないんで、あれじゃ内野の守備のね適正ないんで、ここで点取ってコールド勝ちして終わろう。初球はストライク、4割2分ナンブナンブナンブー、総力極み、このナンブも3年生です、負けたらさよならです、負けるときはピュンって死ぬからね。ナンブは盗塁数がそこまでめちゃ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 多いってわけじゃないですね。ナンブはなんだろうな、長打多かったのかな、金投げた、外れたボール、あんまり2番が役立たずだったのかな、よくわかんないけど、もっと投入してもいい気がするな。投げた、低めボールだ、あらーらーらーら、取りました、もう上げるのなんかホームランしたくなってくるんじゃない、先ほどさあ盗塁へ小化けです、することができるか、ランナーに出れば強いです、そしてお前はついにやるのか、セーフティーバントだ、セーフティーバントだ、警戒されてるでもやっちゃった、田代さんやっちゃった、最悪だな今のは猛プッシュからの超プッシュしたな、なんか今日4打数、いやーかなり彼強いですね、石田はプロといくな、これやスリーベースってはサイクルヒットだってよ、ナイスバッティングだ、5打数5安打、5打数5安打です、さらっとやりました、お来たー、侍の心、田口侍、もう彼はねお腹に出てきた頃から泣かない、武士は泣かぬのだそう言いながら来たの、そう、武士は泣かぬ、第9ストレートはパワー極みです、侍強いってなんかコンボ振り回してそうなんだもんね、おっ、天才天才天才、あー惜しい、天才初ホームランになるかと思いましたけど、いや田口いいぞあいつ、いきなりキャラ立ててきやがったな、センスを感じる、お谷本だ、シンクロ率 60% 狙うか、ここでだよ、今ここだよ、流し打ちホームランだろこれ、各球団オッズ、谷本打率えぐいな、覚醒してんだよ、谷本打率えぐいな、シンクロ率 60%、 うわなんかふわ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 、来た、うわあ、ストレートだと思ったらシュートでやられとるやないか、あいつおでんくんは帰らんないっすね、お祭り使っとくか、さあお祭りをができるのか、投げました、初球ナイス、藤本一塁キャンパスに投げた、おっとえぐいの打たれた、またコールドがなくなりました、長い試合になっちゃったな、ちょっと待って4点差だぜ、危ねえだろ、中里プルヒッター今覚えたか、投魂で中里がプルヒッターでも覚えてくれればな、一気にレギュラーがぐっと近づくぐらいなんですけどね、期待してますけど、覚えてる、これでね一瞬学んでるこのプルヒッター、ああバチンと感覚つかんでほしい、いけろいけない、おラッキー、相手の守備グダグダ、相手の守備に助けられてるところも何個かあると、ナンブブブブ、今日はあんま活躍しないですね、スクイズセーフティーするか、いいよ、田代さんもうチャンスですけどね、
ああ勝った勝った、さすがに走力レースにはね、かなわんよ田代さん。まず盗塁かな、まずは盗塁入ります。ナブナブナブ、あいつ多分ずっこけました。クソバットスタートなんですけど。うおお、南部刺されちゃったよ。無難に南部だったのにね。南部南部南部。途中でこけましたね、あれ。すごい遅かったもん。さあ今日サードミレーやらされてる小林です。第4球は不服でしょうね。ナイス。この1点でか重。相手のキャッチャー意外に速いっすよね、さっきから送球が。そうだね。ということでここは走らずに5打数5安打に全てを託しましょう。6打数6安打。湘南ここは引っ張りに警戒します。わー今ホームラン見えた。吉井心強いじゃないですか。お前あ来た。6の6打っても3割3分9厘ってことは最近あんま打てなかったんだねかな。第3球を投げた。会心だ。よほーよほー、そして天才が見れるというわけだ。結構難産かなお前は。もう武士は仲間だ。だってお前持ってきたんだろ、刀持ちながら生まれてきたから。てかこいつさっきは引っ張りが強いから引っ張りやってるけど、広角持ちなんだよね。あそうなの、広角やれば打ちました。まだ1だから今流し打ち弱いよ。そうなの。またいたか、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 いたか。センスいいね田口。お、来てくれた谷本です。谷本遅いです。あでもなんかノースリーから振ってくれてありがたいんですけど。ナイス。1年生の中で唯一まああるかなと思ってるのがこの鈴木道弘くん。球速だっけ。はい、コンスタがもともと良かったんですよね。はいはいはい、なんか得のいいのついてくれればな。でもあれですね、コンスタもともと良かったせいでカードが悪くないですね。さあ抑えてみせよう鈴木道弘。ドン、直球に送ってストライク。まあまあ悪くない、いいよ。まあ1個上に先輩で全く同じキャラがいるけど頑張ってくれ。投げたもうキャッチャーの構えたところに投げてる。いいコントロール、さすがコントロール D。 第3球を投げた。キャッチャーが天才って伊藤さん以来。伊藤さん以来ですね。わあの時は一番黄金だったからな、ね、あの栄冠内で、ね、昔あったんですよ。知らない人が多いと思いますけどね。もうまず2022年でした。このゲームじゃなかった、2016ですから。うん、なんだっけ、4打数連続ホームランだっけ。そんなやつが打たれたんですけど、 V スライダー投げましたね。逃げましたね最後にこいつ。あこの田口の侍リードにもねちょっとね注目ですね。投げました、打ちました、初球、取ってあげてほしいな中里。連打連打。侍は逃げぬのだ。ど真ん中しか構えてない。投げました、あ侍リード、めっちゃあれだ、絡めて使ってくる。第2球投げました、決まった。138キロ、速くなったんじゃない。第3球を投げました、この試合で打ちました。よしよしよし、まあちょっと打たれたいますが、なんやかんや勝ちましたと。人生使えたことがでかいんじゃないですかこれ。でかいね、時間かかったから。しかもね、あのコールドなくいいんじゃないですか。ヨシシンは最高ですね。なんかつくんじゃないかな。あんまつかない。あれ鈴木くんさっき138キロ出してた。あれですね、あのお褒めみたいなやつで。ああ、何もつかないけど1年生の信頼度がねちょっと上がったのがまあありですね。いい試合でした。厚木だ、厚木、厚木ってなんかすごいいっぱい行くけど実際に行ったことはないな。海道高校の2軍のところがあるの厚木ですね。海道高校2軍かもしれませんね相手は。2軍も1軍も出てんかいっていう。なん多分小川さん訂正ですね、今顔がそうだった。あっ危ないホームラン。おー頼むぞ。やっぱ来るって。マジで谷本の時代が来てる。マジでバカにしやつ、ほんと俺切れてるからな。誰だ谷本のバカにしやつは。相手小川くん148キロの DB、 カットボール、カーブ、シンキング通信。福田さん転生 OB。 ちょっと中日なかったっけ。中日の福田さんだと思われます。で増田さん、結構ね、やっぱ神奈川って結構いるんだな。ねえ、さあ榎本、うちのね主砲榎本を今回見ていきますよ。先ほどホームランしました、見てませんか。厚木ここで引っ張りに警戒した。そしてえげつないホームランするんだよね、弾道高いから。打つときすごいよ、確定弾だからね。うん、第2球、やっぱ弾道って飛距離に大事なんですよね。ドカーンといきますからねこれ。ただ主砲としてホームラン10本はギリギリ OK だけどね、もっと欲しいよ。投げた、空振り。まだ狙えるよ最高記録もね、あなた全然いけるよ甲子園。まだあと何試合もあるもん。第4球は勝てれば打ちました。あららららら、引っ張り切り返す。もう走れえのちゃん。おおナイス、早っ。記録はヒットになります。続かず、お茶屋頑張ってます。
さあちょっとピンチを繋いでますけど、続いてますけど大丈夫そうですね。3回の裏、今日攻撃に入ります。幸永、幸せが長く続きますように。厚木、ここは引き立てプリッターします。ドガーエルマトだー、出た、一撃えぐいホームラン出ました。絶望ホームランなんだよな上がった瞬間にもうホームラン確定、大谷翔平を彷彿とさせる。もう上がった瞬間にフェンス奥まで行くっていうね。おかしいんだよな、こいつは軌道が。大谷翔平もこう考えるとあの人も弾道読んです ね, ねえ。ホームラン2種連続いいっすね、ホームラン出て気持ちいい。もう3本打ったよチームで。さあ続いて、続いて連続ホームランや。5回の裏、今日厚木ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打った瞬間に入ると思いました、ホームランだからね、こいつは。投げた、やっぱり何はともあれプルヒッターだな、こいつは。引っ張りさんでもプルのがいいか。インコース来たらドカンと持っていくよっていう。投げた、さあノースリーじゃん、入れていかないとまずいじゃん。ない真ん中攻めるじゃん、榎本がなんか吸い寄せるじゃん、インコース来るやん、ホームランなんです。低め見送ってフォアボール、小川ストレチャンスで対左 A の村尾です。右ですがピッチャー、追加点のチャンスです。村尾打ってませんね。村尾くんも言ってしまえば高田くんのね、二の次の人つかの後輩、うん、投げました、守備センス、まずは見送りました。まあそれが守備極みのねあれですからね。やっぱ守備極みって最近サウポジ極みの介護会にされがちなんだよな。確かに投げました。ただサウポジ極みより守備はいいですからね。そうです、守備力 S100 マックス。投げました、あとはちょっと打てれば最高。さあカットチャッツ、投げました、打ちました。あの守備極みの専門の方はあれですよ、市村ってやつですからね。あ、天才市村。そう、あいつは守備極みで対戦した男ですから。ナイスヒット、この追加点でかい。さあさあホームラン、あ違う、落ちちゃう。打率1割9分4厘ね。まあまあこんなもんでしょう。落合が打つ必要はないんですから。第2球投げた、ストライク。落合は頑張って投球してるけどさ、松井裕樹みたいに奪三振11位とか12位とかそういうなんか、うん、そういう派手さがないからね。まあまあ南東派だからしょうがないのよさあ4球目打ちました、転がしました、注文通りに転がしました。素晴らしい、アウト、スリーアウトチェンジ。抑えて抑えて、はい抑えて、はいはい、前の元くん今日リードで迎える6回です。お願いします。お引っ張りだな、もうやる気十分ですよこれ。ランナー誰ですか、ヨシシン。まあ走れるけどホームランで歩いて帰らせましょう。厚木ここは引っ張りに行ける、ドカーン、いいスイングよ、完全に狙いがバレてる。第2球投げた、ドカーン、内角へ。大砲ですからね、上に上に、あつ対空砲の榎本投げました、決まってストライク。ホームラン打った時に上にいた飛行機打ち落としました。投げました、ボール、濃いインコース、それだけ。次が5球目、直球低め、よく見るなお前。もう狙ってるのが一つしかないんでしょう、ストレート内角高め。3球目ランナースタートを切った、打った、残念でしょ。おおおおおおお、珍しい、今日ホームラン打ってます水野、引っ張り強い。榎本は走れそうですね、走力 B の盗塁 C ってなかなか強い。あ強い、いけるだこれ、キャッチャーかすいよ、危ない、バレとる。そんなこと言ったからベンチで声出すから、そんな。キャッチャーかすいよ、キャッチャー2塁へ送球、セーフ、流し打ちが強くなっちゃいました。水野第2球投げました、ツーシーム決まってストライク、追い込んでから投げました、低めボールだ、あらら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 、おー、手製福田さん、やっちゃった。今日さ、天才足で待てすぎやっちゃった、やっちゃったあの人。さあお題を、いいね、お題くん、ちょっと待って、ちょっと待って、あのあれだ、コールドで勝ってしまう、タグチーが、タグチー出すか、急成長、うん、まあ、ここは十分活躍したでしょ、2安打ね。ああそうだ、来年はタグチー主人公にしたいからな。あ、出た、その前 の, あのバッターボックスを整える係、西島。整えておきました、タグチーさん、ご苦労。もう1年上なのに、1年上なのに、こいつ。さあ期待の星、侍でございます。ほんとセンスはいい、あたりボンボン打ってますよ。でも未だに広角打法使い切れないというね、弱いんですよね広角が。まあでもインコース来そうですしね、アウトコース警戒しても、インコースまずはホームラン1本見たい。来るよこいつは、投球は3球目、投げた、外れた、よくそれを見た、コインコース、武士は一振りにかけるでござる、来たー、ドーン、いやーセンスがあるねー、久しぶりに天才のセンスを見た、天才センス丸来たな、これ来たかもしれないな。村尾も代打、
まあ、そうなると西島見てもいいんだけどな、いないんだよな、もうせめてそう考えるなら小林くんをやってるのが調子もなんだから、あ、違うわ、誰だ、こいつか、こいつ出せばよかった。今日大戦1年生総力極み、いきます。取る 1! 取る 1! 2塁送球はどうだ、キャップアウトだよね、これキャッチャーが弱いからだからさあ、誰が行くか、佐々木原、ピンチヒッターはお前にしか押されていない男、佐々木原。まあ俺がね、押してるけど守備がほんと強いからね、 B だからね、もういてほしいんだよな、秋までに強くなってほしいんだよな、守備固め。第3球はもともとスカートはあれだったもんね、守備が強いから。そうだね、第4球を投げた、じゃあ打てませんよね、そりゃじゃあ打てねえよ。さあ抑えれば終わりですが、どうします、ピッチャーは。とりあえず1点はセーフ取られても大丈夫。今日はセカンドフライ、鈴木くんいきますか。鈴木くんもう138キロになってますね、試合後さっき137になって、このあと数日で、試合前の数日でまた成長してるよ、成長期だね君は。期待してます、鈴木くんに。投げました、初球を打ちました、はい、さばきます、中里さんポジキュアミ。さあ鈴木君追い込んでラストボール、まあ、ここは三者凡退で切り抜けてもらいたいね、流れはこっちだから完全にコールド勝ちや。何、なんかストレート中心で投げるはずの球速極みがフォアボール出すってな、萎えるんだよな、それもっと力で押して、シゲのゴロスタイルでど真ん中ど真ん中でさ、行ってほしいんですけど、こっちは1ヶ月越せ、ヨシシン、中里、愛がないね、今ヨシシン、今日高田じゃないから連携が取れてなかったんだ、ね、高田だったらさ、さばくよみたいな、その投げ方、村尾だったらさばくよ、中里お前できるかいみたいな、愛なかったね、今の。中里ちゃんはサウポジ極みなんだから、お前優しくしてあげろよ、セーポジじゃねえんだからよ。でもそれも完璧にこなすのがサウポジ極みの役目。そうだよ、お前は全ての代理人だ、代理人。プロ野球選手になれなかった時は代理広告権になります。第9投げたストレートはストレート、第2球投げた、アウトコース低め。鈴木くん暴れてますね、臭いところ投げようと思ったけどコントロールがあんまないから D よりも渾身のストレート空振り、これがいいとこなんだよな、鈴木の唯一そのオーデンに勝ってるところ。オーデン投げました、内角ボール、吉進がさばいて終了、試合終了、よしよし、まあ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 、強い強い、ベスト8進出です。弾道が西島くんが上がりました、どこで、あのバッターボックスだってどうしたの、あれで、あれで何を得たの鈴木くんすごいですね、成長期136から今日の動画始まったのにもう139。